デイビッド・イは、アメリカ合衆国の法学者、カリフォルニア大学アーバイン校教授デ、K、デイビッド・イ、デイビッド・イと表記されることもある。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。1990年、カリフォルニア大学バークレー校法学部卒業、ファイ・ベータカッパ所属。1992年の上半期、国際人権局特別特派員として、旧ソ連のモスクワ、ドゥシャンベ。 アルマトイ、ビシュケク、タシケントで全政権と比較し、変化する政治制度影響の調査、分析、報告を担当。1995年から弁護士として法律事務所に勤務。2001年の1年間、アメリカ合衆国国務省特別補佐官の法律顧問を担当。2002年からハーグの大オランダ大使館の副法律顧問を2005年まで担当。 それと、並行し、2002年に、ジョージタウン大学ローセンターロースクールの、准教授として、国際人道法セミナーを担当。2005年の秋から、カリフォルニア州オレンジ郡コスタメサウィッターロースクールの助教授として、訪問授業を2007年夏まで担当。2012年の夏、カリフォルニア大学アーバイン校にて、国際人権法や国際人道法の教弁に、立っている。 2014年8月から国際連合の言論の自由、表現の自由に関する国連特別報告者の任についている。K が国連人権理事会にて演説を呼び提出した報告書の中に沖縄の普天間基地移設反対に関する抗議活動へのデモ規制を問題視する内容があることについて琉球新報沖縄タイムスを正す県民。 国民の会代表運営委員のガナハマサコは、私のレポートは沖縄がメインではなく一部に過ぎないと前置きをしていて、今回の調査では沖縄に行っていないし、これからも行く予定はないと答えていましたと主張し、産経新聞はきちんとした調査は行われていなかった可能性が高いと書いている。不当な日本批判を正す学者の会の事務局長で、 大阪市立大学名誉教授の山下栄二は、刑の報告について、外国人を含め、日本に住むほとんどの人にとって、現実と大きくかけ離れている、国内外の人握りの過激な、反日論者の影響を強く受けているようだとして、国連人権理事会に対し、刑の報告を受理しないよう要求している。自由民主党衆議院議員の長尾隆氏は、 ケイが2016年6月に訪日した際、他の数人の議員と共に面会し、特定秘密保護法の詳細や沖縄における法執行の現状などについて説明を行った。長尾はケイが説明に対し、日本では言論、表現の自由が高いレベルで保障されていると評していたとして、報告書の厳しい対日批判の文章との乖離には違和感を覚えると述べた。 また、K が沖縄を訪れた経験がないことが分かったとして、現地調査を行わずに、他者の意見をそのまま報告書に書いたのではないかと疑問を呈した。2017年6月2日、上智大学での会見で、報告書の作成にあたって、情報の取捨選択や解釈について、野党や市民団体の見解に偏調した可能性を、聞かれると、ないと否定し、 同日の自民党の会合で共産党の見解との近さを指摘されると共産党に知り合いはいないと述べた。また2019年6月にも日本メディアの独立性を懸念する新たな報告書をまとめ批判的なジャーナリストへ政府関係者の圧力があると指摘し政府記者会見における特定のジャーナリストの質問への政府側対応を圧力の具体例に挙げた。記者。 社名は伏せられている。フランスの雑誌、ルポワンによると、日本からの刑の報告への批判に対し、刑が報告にあたり、証拠を出しているにもかかわらず、日本の国連大使が、報告は、不正確、嘘つき呼ばわりしたことに対し、日本の主張を証明する証拠があるのであれば、それらを提出することが日本に求められているにも、かかわらずしていないとしている。 イギリスの週刊誌、エコノミストは、K の報告に関する日本の批判について、ほとんどの国は拘束力のない、国連特別報告者の提言については受け止めたことを示した上で、提言自体には対応せずに流したり無視しているにも、かかわらず、日本は、ジョセフカナたちの共謀罪審議の際の提言やマオドド、ブーアブキッキオの自動売春に関する報告や難民、 受け入れ人数の少なさに対する国連からの非難の件も含め提言や批判を攻撃のように受け止めて、公に総理大臣が反論したり、担当大臣が面会を拒否したり、保守系全国新聞が報告草案をリークしたりと反応が過剰であると論評し、東京大学の情報学教授である林香織は、日本は外国からの批判に対して劣等感があり、外国人が 日本の事情を理解していないと反発するばかりで、正当に事情を説明することができず、報告した刑を敵のように扱い、不当な日本批判を正す学者の会にしても、傍観者として非難するだけで、同じ場に立って、議論を尽くそうとはしないと公表したと報道している。また、ジャーナリスト保護委員会の常務理事であるジョエル・サイモンは、K の報告書を引き合いに出し、 十分に検証され配慮を持って批判された報告書に対して反発するばかりの現政権の元での日本の報道の自由には有料すべき現実があるとし、通常、ジャーナリストたちが報道の自由を侵害されようとしたら団結して戦うものであるのに、日本の場合は政権への忠誠心が重視され、その上で与えられる特権に安穏としており、このようなメディアの側にも問題があるとしている。 ありがとうございます。